んにちは。海外渡航ニュースのお時間です。今回も平野さんをお呼びしました。今話題の旅のトピックについて深掘りしていきたいと思います。今回はハワイのニュースについてです。2週間の隔離措置がなくなったというニュースがありましたが、その内容をより詳しくお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、日本だとなんかね、1日ぐらいしかこう取り上げられなかったのが非常に残念なんですけども、非常にこう喜ばしいことだと思います、で、実際にこれちょっと一番最初に詳しく説明すると、まずハワイなんですけども、ハワイはもう3月の時にロックダウンが始まって、もうそれからもう全然旅行ができない状態になってました。で、観光の街なんですけども、もうホテルも閉めちゃったりとかね、外国人向けのショッピングセンターとか全部閉店状態でした、ところがまず、10月の15日、ハワイも、感染者が増えたり減ったりとかこうね、山あり谷ありを繰り返しながら来て、ついにまず10月15日に事前検査プログラムっていうのが開始されました。これはアメリカ人向け、要するにアメリカ本土の人たちが72時間以内にコロナの検査をして陰性証明をもらえたら、そのまま14日間の隔離をすることなく、ハワイの観光できますよっていうものが始まりました、でそれに合わせて10月15日以降、ホテルとかが、一流ホテルとかがどんどん再オープンしてます、で、ロイヤルハワイアンショッピングセンターとか、大きなショッピングセンターも、始まって、徐々に、ハワイではまずはアメリカ本土の人向けに、なんですか、観光業が復活しつつあるっていうのが今の現状です、でそれに引き続いて、ところが、アメリカ本土の人は1万かもしれないですけども、もう一つでこれが復活しないとハワイは元に戻らないって言われてるのがあるんですよ。もう二つ目とは日本人。日本人、日本人みんなハワイ大好きなんで、アメリカの本土の次にもう本当ね、外国人として圧倒的に日本人が多いです、ハワイ行く人。11月、先ほど紹介にありましたけど、11月6日からついに、日本人向けの事前検査プログラムっていうのが始まりました、で、簡単に言うとアメリカ本土の人たちと同じで、日本を出発する72時間以内に、コロナウイルス感染症の検査を受けて、で、陰性証明書をもらえれば入国の時に14日間の隔離はしなくて大丈夫ですよっていうことになりました、なので、皆さんハワイ行きたい人は72時間以内に、指定のね、ハワイの方で指定されているのが日本国内に21カ所の医療機関指定されているので、その指定機関のところで、検査をして、で陰性証明書をもらっていけば、隔離されることなんかハワイに着いてからも普通に観光旅行できます、ただポイントとしては、日本に戻ってきたら14日間の隔離と、それからPCR 検査、でなおかつ公共の交通機関の使用制限、これというのは継続なので、通常のパッケージツアーとかはまだまだ厳しいのかなっていうところはありますけれども、まずは、留学生であるとか、あとはビジネスの人とか、あとは学生とかね、あとそれから20代の働いてない人、ね、なんかだと、要するに日本に帰ってきてから2週間全然休めますよっていう人だったら、もうどんどん行っちゃっていいんじゃないかなって思います。なので、これを機にトラベルスタンダードジャパンでもね、そういう人たち向けに何かツアーに似たようなね、プランが組めればまた紹介したいと思いますので、ぜひ皆さん期待してお待ちください。 Thank you.